こんにちは、夏林です、今回は初心者のためのギター講座ということで、山崎正義さんの One More Time, One More Chance の弾き方をやってみたいと思います。アコーキーならではの名曲だと思います。普段エレキを触っている人も、アコーキーに持ち替えたくなるような名曲ですので、ぜひマスターしてほしいなと思います。で、この曲はですね、まあ初心者のためのとは銘打ってますけれども、まあ、全くの初心者だとちょっと難しい弾き方を解説するので、まあ、そこを踏まえた上で、まあ、見てほしいなと思うんですけれども、一番最初からですね、こんな風な、押さえ方をします。コードで言うと A アド9になると思うんですけれども、こう普段なかなかこう使わないようなコードダイアグラムなんですけれども、この曲をこうしっかり再現しようと思うと、やっぱりこのコードダイアグラムになってしまうので、そこをに挫折する人は、ちょっと難しいかもしれないですけど、まあ頑張ってみたいなっていう人はぜひこの押さえ方で、弾いてみてください、まあ、ダイアグラムはここに載せておくのでね。で、こっからまあ A アド9なんですけれども、まあダイアグラムはいいとして、こっちの右手ですね、右手の方は、まあ、5弦スタートで、ここ人差し指と中指と親指を同時に弾くような音の出し方をするといいです。まあ1弦とは言いましたけれども、1弦と2弦を一緒に触るような感じで、弾くといいと思います。 1発目の音ね。で、それができたら、次はチャン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 、ここの 指2本は1234 1234という使い方です。交互にこうピッコピッコ動かすだけなので、あと一番最初が親指一緒、1234 1234というような基本的な指の使い方をするので、慣れてしまうとそんなに難しくはないかなと思うんですが、最初はちょっと慣れるまではちょっとね、時間はかかるかもしれないですけど、そういう動かし方をします。で、ダイアグラム左手の方、最初はこの A アド9で、で次が A アド A のオーギメントになると思うんですけれども、ここで人差し指が2弦に来てます。2弦の5フレットかな。で、ここの人差し指を、こっちにスライドさせます。1フレット上に来る。ここで、1音だけですけれども半音上がるんですよ。最初の音よりは最初この音で、次の音これ、こういう動かし方をします。で、次の音はここをバレー、人差し指でバレーにして、何フレット目だ、7フレット目ですね。この音を出してから、ここで小指でハンマリング、この音を入れる。で、フォームとしては D7 のフォーム、コードネームで言うと Bm になると思うんですけど、というような流れになります。もう一回ゆっくりやります。感じです。歌に入ってからも前半は一緒です。ダダ
ここまで一緒で、ここからC シャープマイナー、ワンこっちの動かし方は全部一緒ですね。ちゃん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 で、それぞれのコードを一小節ずつ弾く。ワンモータイム。ダダ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 。ワンモータイム。ダダ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 ダ。という感じです。ここまでいいでしょうか。アルペジオが弾ける人は、割と ここはすんなりいくかと思いますが、何せ、バレエコードばっかりなので、C シャープマイナー、F シャープマイナー、で、B マイナーから F っていうのが、バレエコードばっかりなので、そこをキープするのが最初は辛いかもしれないですね。しかもアルペジオで弾いてるので、各弦が鳴ってないの、もし鳴ってない弦があるとそれが丸分かりになっちゃうので、そういう意味でもちょっと難易度は高いんですけれども、まあ試す価値はあるかなと、ある程度こう何曲もレパートリーが増えてきた人は、まあこういうちょっと難しい曲もチャレンジするといいと思います。でリフレインですね。全く一緒。ナナ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 で、次がサビの中のすごく肝になる、コードチェンジ、コード進行ですけれども、B マイナーから、で、ここで、メジャー、マイナーメジャーセブンという、コードが出てきます。割と、まあ、スタンダードなコード進行ではあるんですけれども、これができるとできないとでは大違いなので、ぜひ覚えてほしいんですが、僕はいつもですね、マイナーメジャーセブンというのは、まあ、これ B マイナーですけれども、マイナーメジャーセブンは、ここで、中指をですね上に持ち替えてこういう音を出します。いつも正しいダイアグラムはこうこうこうみたいなすごく難しい押さえ方をしますが、それだと難しすぎるので、マイナーからこの指を上に一つ持っていくだけで小指は離す。これでもマイナーメジャーセブンの音に聞こえるので、いつも僕はそうやって弾いてます。で、次は B マイナー、B マイナーセブンで E。 ダダ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 。ここでキモ B マイナー、ダダダダダマイナーメジャーセブン、ダダ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 ダ。まあ、1番からサビまで、1番の曲全部弾きましたけれども、やっぱり肝はですね、イントロのコード進行とサビの中のマイナーメジャー7の使いこなしというのがすごく重要になってくるので、まあ僕はいつも簡単な弾き方をしてますけれども、それで、もう原曲の雰囲気を壊さずに弾けると思うので、ぜひそうやって弾いてみるのをおすすめ、します。
で、大サビですね。夏の思い出が渡る、ここのコードチェンジはですね、分数コードを取り入れるといいと思います。F、 夏の思い出が、ここで A マイナー当たるで、 A マイナー on G、 ここは小指で押さえてみましょう。わたる、ここの A マイナー on F シャープは親指使った方がいいような気がしますが、小指だとちょっと難しいよね。この音を出してください。ベース音だけ引っこ抜くと、ここは夏の思い出が渡る、という動かし方になります。もう一回やります。この音を意識しながら A マイナーを弾く。分数コードっていうのはこういう使い方をするので、ぜひ覚えてほしいところですね。ふいに消えたこと、イセスからイ、ここはリッドをかけたいですね。リタルダントをだんだん遅くする、で元に戻る。インテンポだかオンテンポだか言いますか。夏の思い出がわかる、不意に消えたこと、貯めてから元に戻す。いつでも探しているよ、どっかに君の笑顔、行こう街の踏切あたり、こんなのいいはずもないのに。ちょっと歌詞は適当だけど、というふうにして、この曲を弾くといいと思います。でアウトロはもう全くイントロと一緒ですね。かけて最後 A アド9、じゃらーんと弾いて終わりというような曲になります。まあ最初にも言いましたけれども、この曲はぜひアコギでなければ成立しない曲で、しかもそのこのダイアグラムでなければ成立しない響きなので、やっぱりねアコギならではの名曲だと思うので、ぜひマスターしてほしいなと思います。今回はこんな感じです。ありがとうございました。この動画を気に入った方はぜひ僕のチャンネルを登録してほしいなと思います。登録ボタン押すとチャンネル登録できるので、ぜひよかったらチェックしてみてください。